今日は楽しかったな。またあの人に会うにはどうしたらいいんだろう。そうだ。いいこと思いついちゃった。こん、赤面症、ミステリー案内人です。赤面症って？赤面した顔を他人に見せることを極端に恐れる症状のことですね。誰かと会うときに非常に緊張し、顔が赤くなるということは誰にでも起こり得ますが、その赤面した顔を見られるのがすごく恥ずかしいと思い、次第に人と関わることを避けてしまう対人恐怖症の中の一つと言われています。テレヤさんも大変ね。赤いお顔も可愛いと思うけど。そうですね。さて今日紹介するテレヤはこんな可愛いもんじゃありませんけども、早速見ていきましょう。ここが噂の？さて真相は自分の目で確かめなくっちゃね。まるで泥棒のように行動しているのは伝説の殺し屋アルカラム一族の次男カカオ。普段はプロの殺し屋としてスマートにスタイリッシュに活動しているはずの彼が、なぜこのようにコソコソしているのでしょうか。それは今カカオがいるこの施設があまりにも危険な場所だから。数多くの SCP を収容している施設、 D クラス職員になりすまして潜入したことはあるけれど、へへ、個人的に自由に動き回りたかったんだよね。そう、ここは SCP 財団の収容施設。本来なら無関係の人間が立ち入れるような場所ではありません。そもそも所在地もトップシークレットで、今回カカオが潜入できたのは並々ならぬ執着心と奇跡と偶然のおかげでした。至る所に監視カメラがあるし、巡回している財団職員もいる。脱走を防ぐために当然の警戒だ。見つかったらおしまいだね。まずい、隠れなきゃ。なあ、知ってるか？何を？あのドジッコ職員またやらかしたらしいぜ。ドジッコってもしかしてアミノさん？そうそう、めっちゃ怒られるとこに遭遇しちゃってさ、こっちが気まずかったよ。あの人いい人なんだけどな。なんでここの職員に採用されたのか不思議でたまらない。今後の活躍にも期待だな。嫌味やめろって。ドジッコ職員、へえ、エリートばかりだと思っていたのにそんな人もいるのか。少し会いたい気もするけど優先順位は高くないね。カカオはそんなことを思いながら施設の奥へ奥へと進んでいきました。へへへ、いい雰囲気になってきた。歩き回っていたカカオがたどり着いたのはお目当ての収容部屋がある区画。この部屋の一つ一つに様々な性質を持つ SCP オブジェクトが収容されています。もちろん厳重に施錠されているため、いくらカカオといえども簡単に中に入ることは不可能なのですが、こういう時はどうすればいいんだっけ。声言ってみよう。落ち着いて、まずは鍵を閉めないといけないんじゃないの。そうだよね。で、うわぁ、静かに。誰かが来るのは君にとっても都合が悪いんじゃないの。こんな外部の人間を収容部屋に入れたとなると一大事でしょ。あなたは。僕はカカオ、君たちに害を与えるつもりはない。ただ見学したかっただけなんだ。少しの間ここにいることを許してほしい。わあ、お友達が増えた。一緒に遊ぼう。もちろん。ストップしてください。この子と接触してはいけません。なんで？危険だからです。それはこの子が SCP-053 だから。ご存知だったんですか。まあね、実は僕一度彼女のことを見ているから。カカオは昔 D クラス職員として施設に潜入し、 SCP-053 幼女の能力を目の当たりにしたことがありました。だからこそ危険性を重々承知しているのです。ここで簡単に SCP-053 について解説しておきましょう。私危険じゃないもん。3歳ほどの可愛らしいこの子は通称幼女。
この年齢の子の平均よりもほんの少し精神的に発達しており、フレンドリーに接触してきます。オブジェクトクラスはユークリッド。おもちゃやゲーム、1日3食と要求があった場合は1日2つまでのお菓子の提供が許可されている彼女。そんな彼女の一体どこが危険なのか。それは4歳以上の人間が彼女と10分以上目を合わせる、接触する、同じ空間で過ごすなどをした場合、とてつもなく激しい被害妄想に苛まれ、殺人傾向を見せるようになってしまうのです。周囲にいる人間をまず殺害し、最終的に幼女に手を出そうとする。しかしそこまで行くと、幼女に危害を加えようとした者はどれだけ健康でも急に心臓発作を起こし死んでしまう。その時に幼女を傷つけることに成功したとしても、彼女は瞬時にその箇所を再生できるんだ。こんなに可愛い顔して恐ろしいよね。カカオが幼女を見ると彼女はニコッと微笑んでみせました。幼女は自分の能力に対して完全に無知であるかのように振る舞うのです。そこまで知っていてなお彼女と接触しようとするのですか。まあね、だってこういう未知の存在ってワクワクするじゃないか。カカオは部屋を見渡しました。床に料理が散らばっているところを見るに、この女性は幼女のために食事を運んできたのでしょう。そしてハッとしました。もしかして君がドジッコ職員のアミノ？なんですかその呼び方。確かに私はアミノですけど。アミノがね、私のご飯こぼしちゃったの。お腹空いてるのに。それはごめんなさい。はい、お菓子あげるからとりあえずこれ食べていて。わーい。すぐ新しい料理を用意しないと。ねえ、気になっていたんだけど。何ですか？普通提供するはずだったものをダメにしてしまった場合、別の職員が迅速に代わりのものを持ってくるんじゃないの？どうしてここには誰も来ない？まるで君が料理をこぼしたことを誰にも気づかれていないみたいだ。変だよね、ここには監視カメラがいくつもあるのに。カカオがそう指摘すると、アミノは顔をさーっと青くしました。もしかして気づいてます？さあ？はあ、おそらくあなたの考えている通りです。私ここに来る前に監視カメラの映像を平常時のこの部屋を録画していたものに切り替えてきたんです。 SCP-053 のことをもっともっと自分自身で直接研究したかったから。なるほどね、君は研究熱心のようだ。ここでは私のような問題行動を起こす人間は煙たがられますけどね。でも僕は君のおかげで今この部屋にいられる。感謝ばかりさ。さて、幼女と接触することで精神状態にどう影響が出るか検証してみようかな。さすがの私でもそれは見逃せません。本来 SCP-053 の収容部屋には一人の職員のみの入場が認められています。複数人だと誰かの精神に影響が出た場合殺されてしまうから。わかってるよ、僕に影響が出たらアミノなんて瞬殺されちゃうから、どちらかというと君に異常が出てほしいんだけど。嫌ですよ、誰かを傷つけるのも SCP-053 に手を出して心臓発作になるのもごめんです。私はただこの子がもっと自由に楽しく遊べるようになる手立てはないか知りたいだけで。ひひひ、アミノは優しいね。あ、違う、私ね、アミノがご飯持ってきてくれるとき嬉しいよ。他の人もおもちゃをくれたりするけど、みんなすぐ帰っちゃうもん。あんまりお話ししてくれないし、つまんない。でも、アミノはいつも私に構ってくれるから。ずいぶん好かれているみたいだ。研究者としては失格ですよ。安全のためにマニュアル通りの対応するのがここでは重要なので。よくわかんないけど、今日はこの部屋に二人もいて嬉しいな。アミノ、カカオ、遊んで、遊んで。だ、そうだ。アミノ、君に免じて幼女には絶対に触れない。10分以内にこの部屋を出る。この条件で遊ぶことを許可してくれないかい？絶対ですよ。こうしてカカオとアミノ、
幼女という奇妙な3人で遊ぶこととなりました。人形遊びをしたり、だるまさんが転んだをしたり、かなり平和な時間が流れます。しかし約束通り、精神に異常が出る前に幼女の部屋を後にしたのです。カカオの気分が変わってこの約束を保護にしていたら、幼女の収容部屋は凄惨な殺人現場へと早変わりしていたことでしょう。そうならずに済んでほっとするばかりですね。今日のことは誰にも言わないでくださいね。私もあなたを上に報告することはしませんから。了解。でもあと1日だけここに留まらせて。もう君に迷惑はかけないからさ。はあ、ほんと命知らずな人ですね。無事に脱出してくださいよ。わかってるって。こうしてカカオはアミノとも別れ、別行動することに。職員に見つからないように注意しながら他の SCP オブジェクトを見て回りました。一方その頃、今日は楽しかったな。またあの人に会うにはどうしたらいいんだろう。あ、そうだ。いいこと思いついちゃった。次はどこに行こうかな。カカオさん。驚いた。よく僕がここにいると分かったね。あなたが何者かは知りませんが、どれほど優秀だとしても人間です。無数にある監視カメラを完全に避けることはできない。ほんの一瞬映り込んでいたカメラたちの映像を分析して、今どこにいるか特定しました。カカオさんの存在を知っていた私だからこそできたことですけど。すごいな。えっひひって喜んでる場合じゃなくて、ちょっと緊急事態なんです。ついてきてもらえますか。カカオ、今日も会えたね。僕はなんでまた幼女の部屋に連れてこられたの。この子がカカオさんを呼び出してくれとしつこくて、断れば昨日のことを他の職員に話すというものですから仕方なく。へへへ、脅迫されたわけか。で、僕に何か用なの。昨日楽しかったから、また遊べたらなーって思ったの。ねねね、面白いもの見たくない。面白いもの。うん、とーっても面白いもの。例えば他の SCP オブジェクトとか。幼女の言葉を聞き、カカオは俄然興味が湧きました。まさかそんなことを言われるとは思ってもみなかったのです。それはアミノも同じだった様子。何言ってるの。これから私を別のお部屋に連れて行ってくれないかな。そこにいる子たちと遊んでいるところをアミノとカカオは見ていてよ。私も楽しいし、アミノたちも楽しい。いいことでしょ。そんなことできるわけない。ダメなら全部バラしちゃうよ。アミノ、いけないことたくさんしてるでしょ。私知ってるもんね。いいんじゃない。幼女はどんな傷も再生してしまうし、命を落とすことはおそらくない。さーっと連れ出してさーっと戻ってくれば、誰にも迷惑をかけないよ。ずいぶん簡単に言いますね。それに君だって本当は気になるんでしょ。幼女と他の SCP オブジェクトを対面させるとどうなるのか。ここは好奇心に従うのも悪くないと思う。早く決めて。わかりましたよ、もう。こうしてアミノは罪悪感を抱きながらも、カカオと幼女の圧に負け従うことにしてしまったのです。この決断がどんな結果を生むか、しっかりと考えることもできないまま。静かにお願いしますね。 SCP-053 を連れ出したなんてとんでもない愚行です。そこまで言わなくても。そこまでのことなんです。確かにアミノの行動は到底許されるようなものではありません。一歩間違えば施設の人間どころか世界中の人間の命が犠牲になってしまう可能性があるのですから。お利口に隣を歩いているこの少女はそれほどまでに強大な力を秘めている。当の本人はそんなの理解していないように楽しそうに部屋を吟味しています。
どこにしようかな。あ、ねえねえ、私ここがいい。幼女は収容部屋の扉の一つを指さしました。しかし、アミノは部屋番号を見て目を大きく見開いています。ここはやめておきましょう。とっても危険だから。なんで？ SCP-096 社以外か。社以外、それは謎に包まれた生物。 2.38 メートルの身長にひょろ長い手足、真っ白な肌、大きく開いた顎に色素のない瞳。社以外は自身の顔を見られることをひどく嫌い、それがたとえ映像や写真であったとしても見た人物のもとに行き、むごたらしく惨殺してしまいます。対戦車用のランチャーを持ってしても傷一つつけられなかったという記録も残っています。オブジェクトクラスはユークリッド。幼女と同じですが、 SCP というのはクラスが同じだからといって危険性まで同じなわけではありません。それぞれを引き合わせることでどのようなことが起きてしまうのか計り知れないのです。私たちはこの中に入れない。顔を見ると殺されてしまうから。あなただってどうなることか。いいの、ここにする。アミノとカカオが危ないなら別のところで見てて。カメラがあるんでしょ。社以外はその性質から収容部屋への監視カメラの設置が認められていません。でもアミノ前に話してたよね、特別なカメラで社以外を観察できるんだって。そうなの？まあ個人的に作ったカメラがありまして、社以外の顔を認証してモザイクをかけるんです。それを誰かが持った状態で収容部屋に入れば観察は可能です。顔をはっきり写すことはできないようにしてますから。じゃあ私がそのカメラ持つ。すごい技術だけど、君は怖い思いをすることになるかもしれないよ。カメラ越しじゃない社以外の顔を見るんだから。うふふ、大丈夫。幼女はにっこりと笑い、不安なんてみじんも感じていないようでした。このまま拒否し続けていても拉致が開かない、そう判断したのか、アミノは深いため息をつきました。それなら昨日のことを話してもいい。と言ってもあなたは納得しないよね。危険だと判断したらすぐに他の職員を呼んで対応します。私もカカオさんもあなたもみんな嫌な思いをすることになる。あなたの自由はなくなるし、これまでよりも悲しい生活になるかも。それでもいいの？楽しくなるだけだから心配いらないよ。この判断はどう考えても間違ってますよね。さあ、それは実際に彼女たちのことを観察してみないとわからないよ。アミノとカカオは幼女を社以外の収容部屋に残し、人目につかない場所でモニターを見ていました。幼女は下を見ているため、まだ社以外の顔を確認していません。社以外は収容部屋の壁の方を向いてうろうろしています。幼女に気づいてはいるらしく、決して彼女の方を見ようとしません。僕たちが見守っているよ。面白いもの見せて。はーい。カカオの声を聞いた幼女は嬉しそうに社以外に近づいていきました。そして、いないいないばあ。社以外の顔を覗き込んだのです。ああ、やっぱりひどい反応。社以外は幼女に顔を見られたことで非常に動揺し、顔を手で覆い隠し泣き叫び、言葉になっていない声で何かをわめき散らしています。しかし幼女はケロッとしていて怯えている様子はありません。あなたの顔何も変じゃないよ。私は怖くないし笑ったりもしないよ。そんな幼女の優しい声は当然社以外には届きません。やがて社以外は幼女に素早く接近し、大きく腕を振り上げました。危ない。幼女はなすすべなく社以外の暴力を受けました。体の大部分を損傷するほどひどい暴力。普通の人間なら即死ですが。すごいね。
ほんの一瞬のうちに幼女は損傷部分を再生、まるで何もなかったかのように笑っていました。ここまでの回復力は見たことない。すごいな、人間が何段階も進化した先が幼女なのかもしれない。そんな分析よくできますね。見てください、シャイガイが。心臓発作。動かなくなっちゃいましたよ。シャイガイはどんな武器でも傷一つつけられなかったのに、まさか SCP-053 の能力で死んでしまうなんて。いや、死んだわけじゃなさそうだ。ほら。わあ、またお顔見せてくれた。再び顔を見られたことで幼女に暴力を振るうシャイガイ、そして損傷しすぐさま回復する幼女、心臓発作を起こしたのか倒れ込むシャイガイ、また起き上がり顔を見られ、お顔見た。またお顔見た。これは無限ループだね。まさかこんなことになるとは。決着はつきそうにもありませんね。この二人を同じ空間に置いておく限り延々とこの下りが続くんでしょう。 SCP-096 は顔を見られることに耐えられないから、 SCP-053 を攻撃するのに彼女はすぐに再生してしまう上に、 SCP-096 は心臓発作を起こす、そしてまた顔を見られて。冷静に考えると両者ともに拷問のようなものですよ。 SCP-053 はずっと楽しそうですが、すごいな、お互いの能力を最大限に発揮している。どちらも無敵で不死で譲らない、最高の展開だ。もうやめておきましょう、十分です。アミノはそう言って幼女にシャイガイの顔を見るのをやめ、扉の前で待機するよう指示を出しました。シャイガイは幼女が離れたことで安心したのか、また壁沿いに顔を向けてじっとしています。カカオとアミノはその隙に幼女を救い出し、彼女の本来の居場所へと戻ったのです。ねえ、楽しかったでしょ。ああ、想像以上だったよ。本当にありがとう。イヒヒヒヒヒヒ。この子ったら、いつもは自分の能力を知らないふりをするのに。やっぱり理解しているってことですよね。うん、アミノ、何の話？無駄だよ。彼らは僕たちよりもはるかに高次元の存在だ。上手に管理できているのが奇跡で、本質を見せてくれることはほとんどない。まだまだ知らないことだらけで、今の管理法さえ間違っているのかもしれない。そうですよね。だからこそ面白いのかもしれません。私もここの職員になるくらいだから、そういう存在に惹かれているんです。さあ、もうここを出ましょう。またね、カカオ。うん、また。はあ、なんとか他の職員にバレずに済みそうです。そうだね、念のため聞くけど、シャイガイの収容部屋の施錠は完璧？あ、まさか。急いで確認してきます。お世話になったけど、最後までドジな人だったな。へへへ、また遊びに来よっと。こんわ、あの女の子かわいい見た目してこんわ。全ての SCP を侮ってはいけないということですね。皆さんはどの SCP のお話が見てみたいですか？よければコメントで教えてください。それではバイバイチーン。おかしい、あの日以来いくら探しても収容施設にたどり着けなくなっちゃった。確実に場所は正しいはずなのに、もしかして全部僕の都合のいい夢だったのかな。SCP 関連については母さんからも関わるべきではないと言われるくらいだし、謎は深まるばかりだ。もっと探せば見つかるかな。しかしこの後もずっとカカオが施設にたどり着くことはありませんでした。カカオの言うように
すべて夢だったのか、アミノは実在する人物だったのか、何一つ真相は分かりません。それでもカカオは SCP との接触を諦めることはないでしょう。皆さんはどうか彼のような行動を取らないように。深みにはまってとんでもないことになってしまうかもしれません。